春菜さんは実際メールのやり取りをしてるわけですよね。はい、実際どう思います？もう三者三様だと思いますね、うん、一番なんかポップにあの返信が早いというか、こう返してくれるのはカシウカちゃんだと思うんですよ。すごいこうメールも絵文字もバーみたいな感じですごい明るくファーみたいなメールを返してくれるんですけど、うん、返してくれる、うん、ノッチはね、あの帰ってきたらラッキーみたいな、あれ、ね、あ、なんていうんですか、ツンデレ。最初のうちメールしてた時はほぼ帰ってこなくて、だからこう帰ってきた時のテンションがすごいんですよ。ノッチから帰ってきたみたいな。こっちがないと2人でこう、ここにロケ来ましたみたいな送ったら、はるかさんかわいい、みんなもえな、ちょっと何みたいな、うん、こっちもいじってよみたいな、ちょっとこっちがね、ドギマギするようなね、メールをドギマギします。どっちが、ホストの手口だよね。で、あーちゃんはまあ、すごい文章を考える、あもう熟考するタイプなので、だから私待ちきれずに先に送っちゃうんですよ、どんどん。なるほど。メンバー的にはどうですか、あーちゃんは。やっぱり一番友達が多いですし、マメにメールを返してたりとか。ちょっと待って、マメにメール返してんの、あーちゃんは。あれあれ、マメに返してるの。スケジュールが何日も先だと分かんないじゃないですか。そうだ、確かにね。だから確かに、で、春菜ちゃんはすごい前から予定を立てたい人だから、いついつの何時にっていうのを指定で来るから、その時間まだ分かんない。